ドル猫ドル猫やば。ちょっと待って、やべ。やみな、こんにちは。どうも、くんひろです。本日は熟練度上げの方をしてみようかなと思って、まあ恒例のねラオウに来ました。そしてピサラナイトたちを、たくさん増やしておきました。いやー、これがどうのぐらい上がるのかっていうのはちょっと楽しみですね。トル猫の熟練度がまだ低いので、これから上げたいと思ってるんですよ。で、ちょっとね、タイミング悪く、まあ、タイミング良くなのかな。ちょうど今6月18日の土曜日で、ゴールドと熟練度が上がりやすい期間なんですよ。まあ、それも兼ねて見ていただければと思います。で、やり方についてはですね、まあ、ミナディーンを撃つだけ。本当にそれだけです。すいません。これは火力が9999といい、範囲もバカでかい。これを利用して、増殖の小技と一緒に使っていきたいと思います。ちょっとね、まだまだ増やせるとは思うんだけど、まあ、こんな感じでね、たくさんワキワキさせております。まあ、この辺で撃ってみましょうか。ほい。今、10だよね。熟練度が。シーうわ、男くせえミナディーンだな。さあさあさあ、どうなる。これで一掃しましたと。えぐいな。で、範囲は、あ、もうちょっと真ん中でやった方がよかったな。さあ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 、見てみましょう。いけるかな。ちょっとここで落ち着いてから見ようか。あー、もうちょっと範囲をしっかり選べばよかったかなと今反省しております。すいません。で、トル猫さんですね。トル猫トル猫やば。ちょっと待って、やべ。ええぐ。これはすごい。一気に、動画巻き戻してみて、ちょっと待って。10だったよね、今。やる前。まるまる、しかも、ちょうど今このさ、トレーナーこの顔の下のとこの、黄色いゲージ。これも同じぐらいだったよね、10の。1、2、3、4、5、6。6個も星がつきました。あー、これはすごいわ。しかも、今マップ見ていただけるとわかるんだけど、ちゃんと一掃できてない。もっと多く枯れる場所がある。ということは、下手したら、今のワンパンで、熟練度一気に、10ぐらい上がってたんじゃないかと。それは欲張りかな。うん。でも、それぐらいの威力はある。で、熟練度なんだけど、できるだけ強い敵に、経験値とか多分関係ないのかな。ちょっとそこら辺はリサーチ不足なんだけども、例えば、スライムに9995ぶっ放す。のと、ピサロナイトに9999をぶっ放すのでは、上がり方が違うんですよ。で、俺はずっとゼシカとかでピサロナイト勝ってたから、もうゼシカとかマックスなんだけど、で、トレネコとかはやらなかったんですよ。でも、この方法が一番いいんじゃないかなと今、俺は思ってます。ただ、テンション上げるのに時間かかる。だけど、それに見合った分は上がってますよね。で、その、ミナディーンってみんなで発動してるからみんな上がるんじゃないのって思う方もいるかもしれませんが、今、そうだな、ちょっと見せる、やる前に見せてなかったの、ほんとすみません。すみません。ハッサンが今15。で、さっきも15だったんですよ。だから、ミナディーンを発動したキャラクター、今、ここで使えば自分が上がるし、ここで使えばテリーが上がるし、っていう感じですね。要は、ここでミナディーンを発生したから、ちょうど、トル猫が上がったっていう仕組みになってます。まあ、いかがでしょうか。皆さんもね、ちょっと、一度試してみてはいかがでしょうか。で、またこれもね、まあ、恒例なんだけども、PS4 でやってます。で、この、まあ、一応まだ修正はされてないんだけども、ネット上では、バグ技っていう表記が、なってるので、まあ、できれば、その、自己責任でお願いします。僕は、ここではなったことないんだけども、ラオ荒野の上の方、で、ゴールドマン、ドラゴン、デザートマンだっけ、イエティのあの茶色いやつが出るんだけど、そこでやったら、まあ、中ボス級のキャラは大きいのでかなり、えぐいです。で止まりました。なので気をつけてください。セーブデータは生きてます。で、まあ、このやり方をつかない人もたくさんいるので、まあ、バグ技では個人的にはないと思ってるんだけど、公式さんがどう対応してくるのか一切わからないし、これをしようとして見てくるかもしれないので、まあ使いたい人はって感じですね。はい、ということで皆様、まあレベル上げも一緒にできるので、まだやれてない人は、レベル上げもどうしようって人は痛いなやってみてはいかがでしょうか。それでは長々と話してしまいすいませんでした。次のパートでも、お会いしましょう。よろしく、バイバイ。やみな、
今日も戦争体験しちゃう。空中からの2年砲ドッカン魚雷も出ちゃう。今ならなんと戦艦200種以上、累計300万ダウンロード突破。言えた、戦艦帝国。オー戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。